旧敵武田家との攻防を続けていた家康のもとに信長からの使者として桃地三太夫が訪れる。三太夫によれば徳川信康が密かに武田家に通じ信長への反乱を企てているという。三太夫は信康に適切な処分を下すよう迫るが、家康と瀬名は突然の事態を受け入れられずにいた。信康事件。信康が武田に通じて謀反を企てて言うだと。そんなの嘘よ。あの子が私たちに黙ってそんなことするわけないじゃない。しかし三太夫によればすでに信長様のもとにそのような報告が届いているとのこと。大変だ。信康が兵を挙げたようだぜ。武田の軍勢もすでに三河に侵入してるぞ。そんな武田勢が現れた以上穏便には済むまい。とにかく真相を確かめねば。半蔵、出陣の決だ。御意。この乱世私に何ができるのか。若、お供しますぞ。残忍な信長に従い続ければ徳川もいずれここは武田の手を借りてでも道を正さねば。信康の反乱に乗じて三河を制し織田討滅の布石となす。騎馬隊かかれ。武田の騎馬隊か。あれを打ち払わなくては信康に近づくこともできない。私とてもののふなのだ。かなう相手ではなかったか。信康が武田に通じるなら信じがたいが、とにかくこの騒動を収めなくては。信康殿と武田を引き離しましょう。両者の連携を立てば戦も収まるか。敵将討ち取ったり。耐えきれ、引かせてもらう。策を用いて信康殿と武田を引き離す。その前砦を押さえておかねばならぬ。信康の真意を確かめるまで引くわけにはいかないわね。瀬名、そうだな。私も同じ気持ちだ。しかしこうなった以上助ける道は。私とてもののふなのだ。耐えきれん、引かせてもらう。これは重次と近吉。信康に従い離反したのか。武田の騎馬隊が破られた。だがもはや後戻りなどできぬ。ああ、ちゃあ信康に改心する気はねえようだ。さあ家康殿、どうなさるおつもり。信康は何故かたくなに。織田殿は裏切りを許さねえお方だ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょうか。始末。桃地殿がその見届け人というわけか。信長に従っていては徳川も先がない。信康様はそれを見越してことを起こされたのだ。だとしても筋を通さず乱に及ぶなど、それこそ徳川の命運を脅かす行為だわ。一丁前にやるじゃねえか。武志よ、開門。
こい。そこか。モノノフなのだ。悔しいがここまでか。自らご活躍とは恐れ入りますな。よし、武田勢に向け偽の伝令を放て。勝頼様、お耳に入れたき義が。何？信康の寝返りは1割だと？そんなはずはないと思うが。今はまだ撃たれるわけにはいかない。迎え撃ち、相手の勢いを削ぐのだ。開門。信康方の将を手早く倒すことができれば、武田は信康に戦意なしとみて引くかもしれない。おやおや、信康め改心するどころか、ますます牙を剥いてきなすったか。信康は身内を傷つけるような子じゃない。きっと誰かにそそのかされて。きっとそうよ。この窮地私は何をすべきなのか。カズマさえ追い払えば、タダヨは我らに味方してくれよ。解除。迷いは晴れた。家康様の信じる道を支え、信康様の過ちを正さなくては。恨まば恨め。そこは私が耐えきれん。引かせてもらう。物気だ。妙にあっさりとやられたな。やはり信康は家康と共謀して武田を陥れようと。まずは思惑通り、これで信康と武田勢を引き離せるといいのだが。どうも信康は信用できぬ。下手に動けば何をされるか分からぬぞ。どうした、なぜ勝頼殿は動かぬ。援護がなくては我らはどうしようもない。私が勝つ。開門。まさか家康様と戦うことになろうとは。信康様は事を性急に運びすぎたのでは。四月ぐらいに迷いが見える。今ならまだ解き捨てられるかもしれない。勝頼様も信康殿も何をしておられるか。刺して待つだけでは勝てませるぞ。開門。家康様に弓引くなどやはりできませぬ。どうか貴様をお許しくだされ。そこだ。遅い。武田方の足並みが乱れた今こそ正念場。ここは私が敵を蹴散らすのだ。この気配、似たものか。ここか。なぜこんなところで。信康め、周りの連中にばかり戦わせて、てめえは高みの見物か。本当に物ですな。信康は元より我らと本気で戦う気などなかったのかもしれない。現に武田に通じて兵を挙げているんだ。そんな言い訳が通用するわけないでしょう。私とて物の不なのだ。聞かせていただこう。お見事にござった。
たに構ってる暇はないの。拙者とて瀬名様に刃を向けたくはござらぬが、これも真の務め、ご覚悟を。悔しいが、ここまでか。岡部殿、信康は本当に私に範囲を。お主ではなく信長への範囲であろうが、さようなことを拙者に聞くでないわ。行くぞ。信康が動かぬがゆえに多大な犠牲を払う羽目になった。これ以上戦ったところで武田に利はない。引き上げるぞ。開門。待ちなさい。信康を見捨てて自分たちだけ逃げ出すつもり、許せない。信康は武田の意を借りて徳川を元に織田を脅かさぬと企てた。いわば勝頼は巻き込まれただけ。信康こそが全ての元凶ってことじゃありませんかね。黙りなさい。信康のことを何も知らないくせに勝手なこと言わないで。私とて物の不なのだ。耐えきれん。聞かせてもらう。自らご活躍とは恐れ入りますな。たやすく三河を取れるはずが、こうも痛手を被るとは話が違う。勝頼殿が敗れたか。どうやらこたびの挙兵は初めから無謀だったのだろう。このまま逃げ帰るようでは武田の名が地に落ちよう。私の出番だ。我らだけでも意地を見せよう。そこだ。徳川など恐るるに足らず、覚悟せよ。徳川の行く末を案じればこそ、私はそのことだけでも伝えねば。開門。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが。信康の行いは許されることではない。当主としてなすべきことをなすのみ。家康、嘘でしょ。仲間を、家族を撃つつもりなの。勝頼様も他の将も次々と。これじゃもう勝てるわけねえ。遅い。悪いのは信康をそそのかした誰かであって信康じゃない。そうでしょ。だが武田と通じ乱を起こしたのは事実。徳川家の当主として不問にはできない。そんな。敵方に武具を届けているのか。見過ごすわけにはいかぬな。ここは私が。これでどうだ。武田方に手を貸すようなのだ。伊賀者が敗退したたと。これでは武具が不足するかもしれぬ。すべては私の未熟が招いたこと。この命を持って償いましょう。討ち死に。なんでこんな結末に。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな。家康。ああ、本
身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。ちょっと何言ってるの。あんたが死んで一体何になるのよ。せっ、これ以外に道はない。それで全てが収まるのだ。いいわ、聞きなさい。信康をそそのかしたのは私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。遅い。セナ、何を言い出すのだ。あなた、もしや全ての罪を一人で。いいから、徳川の皆を守りたいなら黙って私を切りなさい。そんな。勝利条件変更。敗北条件変更。瀬名殿の陰謀とは驚きましたな。織田殿には俺から伝えておきましょう。三代目、あやつどうもによる。もう十分ね。瀬名、当主が務まると思っているの。だけどそんなあんただから一緒にいられて幸せだった。ありがとう。さようなら。私のために。若、おつらいとは思いまするが、まずはこの一件、瀬名様と信康殿が起こしたものとして信長様にご報告を。おいおい、おっさん、この弱り切った竹中によくそんなむごい話ができるな。瀬名様の思いを無駄にせぬためだ。若、よろしいですな。わかった。その上でこの一件の真相を突き止め、後日瀬名様の名誉を回復したく存じます。真相？信康殿が独断で武田に通じ謀反を起こすなどありえぬ。さらには三太夫の不可解な言動、我らははめられたと考えて相違あるまい。だが確たる証がない。半蔵、頼む。この騒動の真相を何としても暴き、瀬名の名誉を取り戻してくれ。
ごめん。半蔵殿、息災のようで何より。利光殿、遠路わざわざのお越し、書状では済まぬ要件ということか。さよう。それがし、殿の命により織田を脅かす影の正体を探っておりまする。松永の謀反、播磨での相次ぐ反乱、その裏で悪しき影が動いていると見ておりまする。なるほど。利光殿、よくぞわしを頼ってきてくれた。その影の正体、心当たりがある。なんと。ではお力添え願いようか。無論。ただし真相を暴いた暁にはそやつの討伐に明智勢の手もお貸しいただけようか。望むところ、吉報をお待ちしております。